はい、こんにちは。イタルズバーチャンネルへようこそ。イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回なんですけども、前回の動画でウイスキーロック理想の飲み方という動画をお送りをさせていただきました。たくさんのコメントもいただきまして、その中で丸氷がやっぱり一番溶けにくい、一番美味しいロックが飲めますよというお話をさせていただきました。で、3種類の丸氷をピックアップをしたんですけど、その中でこちらのAmazon で購入した丸氷製氷機、これ同志社さんから発売されてるんですけど、これが一番溶けにくかったという結果になりました。視聴者さんからコメントもいただいたんですけども、こちらの製氷機で作った丸氷が直径が一番小さかったんですね。直径が一番小さい丸氷やったので、溶け方が一番少なかったという結果になったんですね。でもまあその誤差は動画の中でもお話をしたんですけども、2ミリリットルということで、まあほんの少しの誤差やったということです。で、今回の動画なんですけど、こちらの丸氷製氷機を改めてご紹介をしたいと思います。丸氷を作るこの型ですね、型と水を入れるこの貯蔵のプラスチックの容器、そして断熱材の役割をするこの発泡の容器、この3つで構成をされてます。ここに水を入れて、丸の型のラバーのここに装着をして冷凍するという構造なんですけども、理屈なんですけど、この断熱材の部分はここから冷気が当たっても凍らない構造になってます。要は上からどんどん凍らすという構造なんですね。冷凍庫で凍らすと白く濁ってしまうんですから、白く濁るというのはあれ、不純物が凍るので白くなるんですね。これは上からどんどん冷気が降りてきて、上から下へ凍っていきまして、お水の不純物が下へと行くので、この辺りで丸氷が作られるので、不純物がない状態で作られて丸氷ができるという構造になってます。水道水で作られても臭くない丸氷を作ることが可能なので、ご家庭でウイスキーロックを美味しく飲みたい方はでも非常にこれ優れものだと思います。で、まあ、トーバーの場合はミネラルウォーターでこれを作ってるんですけども、これミネラルウォーターで作られても水道水で作られてもそんなに正直なところ味が変わらないというところがミソなんですね。まあ、今回の動画で丸氷製氷機で氷を作る動画を改めてお伝えしたいと思います。で、氷ができた時にその氷をどういうふうに処理するのかというのもお伝えしたいと思います。というわけで作ってみたいと思います。ここに、ちょっと見えにくいですが、マックスって書いてます。ここまで水を入れますね。マックスのところまで入れました。で、丸氷の型、ラバーでできてるんです。これを合わしてここへ装着して、ゆっくりとこちらで装着完了で、このまま冷凍庫に入れて16時間から20時間凍らせばできるということで、冷凍庫に入れてみたいと思います。冷凍庫入れます。これで16時間から20時間待ちたいと思います。というわけで、あれから18時間が経ちました。凍っております。開けてみたいと思います。完全にね、固まってるんでちょっと硬いですけど、ここにこう手を引っ掛けるところがあるので、これでギュッとちょっとずつ左右をちょっとずつこう開いていくと、はい、はい、こんな感じで開けてみたいと思います。はい、こんな感じで丸氷ができております。で、丸氷ができてるんですけど、ここでよ見ていただくと、おへそのようなものがあったり、この真ん中でこう筋が入ってます。このまま使ってもいいんですけども、かっこよくするためにここを削っていきます。トーバーの場合はこういうプロ用の氷のナイフがあるんですけど、ご家庭でしたらこういうものはないんで、どこにでもあるこのフォークとナイフのこのナイフ、これでこう叩いてあげると簡単にこのおへそは取れていきます。茎の部分、これも叩いてあげると取れていきますので、これで丸く丸氷ができます。で、さらに綺麗にしたい場合は水道水をかけて、こういうふうに水道水をかけていくと、ここ取れていくので綺麗な丸氷ができます。水道水で磨いてきましたけど、こんな感じでかなり綺麗な丸氷、透明の丸氷が完成をしました。こんな感じです。デメリットといえば、
1回に2つしかできないというところがデメリットかなと思います。なのでまあ大量に作ることができないので毎日作っていって貯めていくという感じですね。ご家庭やと1人で飲まれる場合なんやったら全然これで大丈夫やと思います。ちょっとお店とかはねなかなかこれは厳しいかなと思うんですけども、というわけで今回は同志社さんから発売されている透明丸氷の製氷機のお話でございました。ご自宅で美味しいウイスキーロックを召し上がってください。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。本日もアラン10年いただきます。美味しい。やっぱりあの丸氷で飲むと美味しいウイスキーがさらに美味しく感じます。ビジュアル的にねこの感じなんで、はい、いいですね。というわけでおしまい。